はい、こんにちは。今日は映画紹介いきたいと思います。はい、ジブリ作品また行ってみました。耳を澄ませばですね。はい、これが聖蹟桜ヶ丘があれになってるところですね。舞台になってる東京の京王線のこういう坂、これがそうだったんです。ちょっとね、魔女の宅急便とごっちゃになってて、こっちだったんですね、聖蹟桜ヶ丘が。はい、ガチガチの、まあ、スタジオジブリ制作なんですけど、監督が近藤さん、1995年の作品で、脚本が宮崎駿さんですね。はい、で原作がまた別であります。これ柊木葵さんっていうんですかね。で主題歌が「カントリーロード」です。カントリーロードですね。この道ですね。はい、よかったですよ。やっぱいいですね。団地住まいの、少女、受験を控えた少女のお話ですね。はい、で声がね、結構高橋一生さんが、これ相手の男の子役だと思うんですけど、でお母さん室井滋さんとか、でこの方主役の、これ本田さんっていうんですかね、本田洋子さん、主題歌も歌っている。はい、いや、安定のスタジオジブリというか、やっぱ細かいシーンも好きなシーンありましたし、満足度86とかですかね。はい、今のところ、なんだろう、あと何本かスタジオジブリ見てないのあるんですけど、ハウルの動く城見てない、仮暮らし見てないみたいな、そんな何本かある中で、今のところ、隣のトトロ、魔女の宅急便、これワンツーですかね、今のところ。ラピュタとナウシカ、ナウシカの絵のタッチとか、カビの胞子っぽい幻想的な感じとかすごい好きなんですけど、やっぱりトトロ、魔女の宅急便ですかね。はい、今のところ。やっぱでもいいですね、スタジオジブリ作品。改めて、思い出ポロポロも昔見たんだけど、思い出ポロポロはかなり好きだった記憶があるんですけど、はい、これはなんかね、バイオリン、うまいとこ、ちょっと切り取って、青春の甘酸っぱい感じ、その切り取り方も好きですし、好きだった彼の方がしっかり夢があって、一歩ずつ進んでるところを、まあそれがバイオリンを作る仕事、職人なんですけど、自分のこの歯がゆさというか、それに後押しされて自分も頑張ってみて、結果が出たりして、好きな男の子と最後うまくいっていくと。はい、そこの部分が少女の悩みというか、青春のならではの 悩みというか、そういうところをうまく切り取って描いてる作品で素晴らしいなと思いました。はい、そして、これも良かったんですよね。もう一本あるんですけど、今日これフランス映画でした。やっぱ調べてみたら、やっぱフランス映画いいですね、自由に作っていて。グッバイサマー。やっぱフランス映画いいですね。2015年作品、まあ最近っちゃ最近ですね。ミシェル・ゴンドリーさん、結構作ってる人で、代表結構知られてるのはエターナルサンシャインですかね。これも見たんですけど、確か好きだったような気がします。この監督やっぱ好きですね。
グッバリ様、14歳の少年2人が夏休みに旅するロードムービーでございます。はい。まあそこのロードムービーだけじゃないんですけど、まあメインはそこなんですけどね。ちょっと夢の車を自分たちで作って、ロードムービーという、その車がなかなか面白くて、そうですね、これもなかなか自由に作っていて、素晴らしいと思いました。はい。本当に気楽に見れるいい映画だと思います。これもなんか88とかですかね。素晴らしいと思います。はい。フランス映画はとイタリア映画は、まあフランス映画の方がいいのかな。今のところ、キグレイ・ピエロとか、あの辺もフランス映画だと思いますし、ちょっとフランス映画ハマりそうですね、この感じは。センスがいいですね。好きです。はい。まあちょっと説明不足ですが、はい、今回はこの2本で。そして、まだ見てないの、メカニック、どっちでしょうか。それから、ハリソン・フォードが出てる、もうおじいちゃんなんですけど、野生の呼び声、ちょっとこう、犬と一緒に、なんか、船下りみたいな、せざるを得ない状況になっちゃうみたいな、そんな感じの映画みたいです。はい、ということで、今回はこの2本でした。はい、以上、映画紹介感想でございました。またねー。